はい、ということで今回はキッズにホラゲをやらせてみたやりたいと思います。レッツゴー。ちなみに自己紹介お願いします。右から。はい、どうも、さかなと申します。はい、さかなくんです。はい、次。けだまです。はい、けだまくんです。はい、次。大気 RPG です。はい、大気 RPG くんの、はい、よくわからないメンツで今日はやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちなみになんですけど、この人たちはなんで集められたのか理解していませんということでいきましょうか。理解してます。理解してるんだ。おー、これ何やるんですか？いや、トイレの花子さんだから。さあ、みんなほら、じゃなかった、見ろよ、トイレの花子さんだってお前ら。これなんか赤いな。触ったらゲームスタートって書いてあるぞお前ら。おお、これは庄司さんに。おお、ありがとう。ほら見ろよ、始まった。おい、一人称だぞ、ほら、お前ら。わお、お、なんか誰かいるよ。痩せたジャイアン。ね、読んでこれ。なあ、知ってるか、深夜の2時にこの学校の2階の女子トイレに行くと、トイレの花草にはいるらしい。何でも見つかったら、花草の辛い思い出を消してくれるまで学校から出られない。今日の夜確かめてみないか。いいよ。よし、いいよしかねえな。よし、行こうか。庄司さん、一つだけ、一つだけ。何？僕、漢字苦手なんで、そこのところよろしく。よし、行こうか。はい、行きまーす。おい、待機 RPG 一言も喋ってねえぞ、お前。え、あー、わこれは、うん、あの、え、リスナーに、リスナーにいじめられてんの、やばほら、行くぞ、ほらほらほら、行くよ。 あ、どこだ、どこだ、いた。なんで大気 RPG が一番緊張してんだよ、お前が。よし、じゃあ行こうか。あ、なんかメモあるぞお前ら。これジョンジーからの手紙。俺は先にトイレの前で待ってる。これを見たら早く来いよ。じゃあ2階のトイレ行くか。 うん、2階のトイレ行くよ。ほら、え、これ先頭誰が行くんですか？君たちでいいよ。あ、2階だったら階段見つけねえとな。すごい、体探しみたい。ここ階段ないな。奥まで行きねえ。確かに。え、怖いんだけど。え、わあ、やばい。え、どこや。なんか突っ込め。じゃあこれ分かれます？いや、分かれちゃよくないよ。みんなで移動しようよ。うん、はい、分かりました、分かりました。行こう行こう行こう。ね、ここじゃない？2階のトイレって。あ、階段ありました。待機 RPG、 なんかお前喋るよ。あー、怖いな。突撃。お前ら可愛いな。本当にうちのリスナーのキッズが可愛すぎて全然コラゲも怖くないな。うん、まあ、トイレ探さないといけないからな、お前ら。トイレ。となったらガフを手放そう。ひどくない？あ、ありました。ちょ、お前ら、お前ら、ちょっと待って。うちのリスナー、うちのリスナー2人、ちょっと来い。お前ら、待機 RPG にもお前絡んでやれよ。はいはい、おい、喋れて。うわ。お金出せよ、お金。よくないですよ。ほら、あるんだよ。飛べよ、飛べよ。ゲームなのによろしくないよ。すいません。ごめんなさい。よし、行こうか。あ、でもトイレあんじゃん、ここに。トイレ、トイレある、トイレある。突撃。あ、奥のトイレじゃないこれ。はてな。あー、なっこさん、遊びましょう。なんかどんどん行ってるぞ。うわー、お前かよ。ジョンジ、驚いたか。あー、ここにいたのか。さっさとか。なにこれ。なんかサンダルみたいに落ちてますよ。ほんとだ、赤い靴だ。なにこれ、履けるかな。
開けた？ちょうどいいんじゃないですか。やったぜ。ダメみたいです。よし行こうか。お前ら可愛いな本当に。見てて楽しいわ。ありがとうございます。大輝さんも頑張りましょう。喋れよ。はいはい。はい声をもうちょっと張り切って。はい。頑張ります。頑張りましょう。はい。あ、よし。ワンちゃん。なんかやべ、財布落としたかも。すぐ乗ってくるから待ってて。え？十分後。おお。さすがに遅いな。様子を見に行こう。あ、ジョンジーが遅かったんだ。うん。おいおい、あいつ大丈夫かよ。ちょっとなんか嫌な予感が。確かにね、嫌な予感がするわな。大輝さん言っときます。あ、真ん中がいい、真ん中がいい、真ん中がいい、こういう時。突撃！あれまた閉まってる。あ、これ押します？じゃあ開けていい僕が。はいはいはい。いいよ。怖い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 。ん？あーなんかいたー。え？どこここ？これ教室に来ちゃったんか。あ、なんかないこれ。なんかあるぞお前らこれ。トイレの花子さんについて書かれたメモ、もうあなたはこの学校から出られない。ただ一つで一つ出られるとしたら、花子さんの悪い思い出を消す必要がある。やることは左上に書いて出てくるので、それに従ってくれ。オッケー。うん。なるほどね。左上になんて書いてある？花子さんの下駄箱に書いた落書きを消せ。なるほどね。最初のところに戻ればいいんじゃないですか。確かにね。誰前行きます？あ、足跡あるよ、足跡ほら。足長。合うかな。お前なんで靴履こうとすんだいつも。いや、ちょっと素足なんで、ちょっと。あ、なるほどな、ほんとだ。冷たいよな。はい、冷たいんです。でも、魚やから冷たいとかあんのかな。冷静になんなくていいよ。どこで開いた？とりあえず下駄箱向かうか。あ、なんかあるよ。あれ違うか。どこ？あ、違った。うん、こんなところやってられねえ。俺は先に帰らせてもらうぜ。え、なんか変な音した。あ、合う。また足が。もういい、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 もういい。大輝の旦那、喋りましょうよ。あ、靴合いましたか？はい、合いませんでした。あ、なんか出てきた。びっくりした。下駄箱。下駄箱だね。下駄箱で。どこだ？あれだね。あ、これメモだった。落書き、落書きを探そっか。あ、あ、ありましたこれ。うん、あった。学校にシュールなとか、なんか一人、なんかすごいネバティさんのリスナーの人がいます。ちょっと見えないんだけど。来た。学校に来るのはオカメの館楽しい。ハゲコンビニいた？コンビニいた？どういうこと？コンビニ？週刊スクープ。じゃあちょっと消すよ。はいはい、はい、あ、消えた。教室の上にある花瓶を移動させる。だだから教室に戻るんじゃない？だからあれよ、教室でさ、よくさ、いじめられてる子がさ、机の上に花瓶置かれんじゃん。あれをどかしてあげないといけないよね。 あれ進めない。こっちじゃないのか。あ、さっきの2階の場所じゃないんですか？あ、こっちや、こっち。待って。合うかな、せえへんのか。来ないかな。ありがとうございます。あ、階段あった。なんていい子たちなんだ。あいつらもテクテク歩いてくからの話。確認。大輝さん、もうちょっと喋りましょう。滑ったら僕たちがどうにかするんで。お、椅子が動いた。ちょ待て、お前もうイベント発生させんなよお前。どれだかがなくなっちゃうじゃないですか。どれだか返しましょう。そうだよな、本当気使ってくれよな、マジで。うん、動かす。やります、庄司さん。あ、じゃあ僕やっちゃう、ありがとう。で、壊された石像を直せ。だって石像。これがあの
体探しにつながるんだ。こっちです、こっち。なるほどね。こっちです。そっち？どこどこ？これまた僕取れたか開くような気がしてきたので、ちょっと。じゃあ、大輝さん。お願いします。大輝さん、お願いします。はい。こっちかな？あれ、こっちじゃない。大輝さん。はい。よし、行きましょう。あ、はい。ここかな？ああ、そうだね。ここじゃないかな？ああ、そうだ。これはどっかで見た気がする。すげえナチュラルに動いた。なんでこんなところに翼三郎さんが。そうだね、いるね、翼三郎がね。壊されたこれじゃない？あ、これだ。あ、これですか？じゃあ行くよ、直すよ。あ、直した。わあ、出てきた。うわ、怖い。え、待って、怖い、ちょっと待って。ちょっと誰か近づきます。じゃあ次ね、濡らされた教科書を探せ。です。あれ戻れない。じゃあこっちじゃない？ここかな。ここかな。あ、ここっぽいな。おお、教科書ある？さっきのメモと同じような。あるかな？なさそうだね。暗すぎて見えない。あ、あったあったあった、これだ、これこれこれ、ここにあったよ。お、じゃあ次僕取っていいですか？いいよ。あ、ん？ちょっと嫌だよ。いる。ああ、いるよ、ほら。うわ、待って待って待って、ちょっと助けてください。あ、大輝さん。あ、じゃあ魚さん行きましょう。おつけ。大丈夫です。いじめられてる次俺たちが。出してください。先生やめてください。出してください。ちょっと。先生がそんなことしていいんですか？よし、茶番は終わった。え、これ茶番？ちゃんと障子一味の子ね、そういう立ち回りしてくれてんだよな。はっ、来た。お、ある？ありますね、これまっすぐですね。OK。で、右はいけるかな？あ、いけるな。なんか鳴ってんな。音楽室じゃないか。あ、音楽室か。え、でも音楽室あったっけな。こっち、いや違う、こっち。いや、さっきありましたよ。さて、魚さんが邪魔。ちょっと。今の僕じゃないです。ごめんなさい。あ、ここじゃない？お？あ、庄司さん探そう。うん。あ、あ、うわ、気持ち。お、怖いよ、鳴ってるよ。止めて止めて止めて。素晴らしい音色だ。トイレのモップを、あ、なんかいる、気持ち悪い。え、どこにいるの？トイレのモップをどかしてらしいです。トイレ行きました、最初の。あー、なるほどね、トイレに行くらしいぞ。トイレトイレトイレ。大輝さん突っ込んであげましょう。え、大輝さん一番を。あー、男トイレ、違う。な、このモップじゃない？うん。お、開けます？大輝ラピジ開けていいよ。ああ、開けます。ちょっと離れます。あ、いない。おい、魚。あ、びっくりした。大輝ラピジなんかビビってる。助けてあげて。心臓に悪いて。大丈夫？大輝さん。大丈夫だよ。よかった。ちょっと体の一部が削れたので一口一口。あ、どうぞ。面白くないです。あざす。よし、行こうか。行こう。大輝ラピジ行くよ。ほら。はい。魚さんは一人で行くらしいです。なんであいつ一人で行ってんだよ。お姉さんの取れ高を食うのか。じゃあ取れ高として君を焼こう。一番滑ったのが恥ずかしいんやけどな。
いや、そんな滑ってねえよ、大丈夫だ。絶対今コメントで何言ってんだこいつってなってるやろな。やってます。全然なってます。悲しいな。やってるか。あ、お前らおもろいな、本当にな。大気 RPG もな。もうちょっと声張りましょう。はい、頑張ります。大丈夫、これもう帰れんのか、これで。まだ左上。なんだなんだなんだ。あ、なんかいる。おお、怖すぎる。足が震えてます。待て、これあれ反射剣じゃない、これ。暇人が。お、昨日先帰っただろう、心配したんだぞ。おお、終わっちゃった。楽しかったですね、やっぱさすがっすね、バッティ先輩。じゃあちょっと一人ずつ感想聞こうか。うん、じゃあまず君、魚から。トイレで持ってた、横に普通にいたのでびっくりしました。はい、じゃあガフ君。すごい、まあ、やっぱネバティさんなんで、まあ、隅々まで、まあ、すごい再現度が高かったです。なるほど、じゃあ待機やる。あ、あ、ごめん。待機やる。じゃあお前らありがとうな。うん、はい、ありがとう、また呼ぶから。はい、あ、はい、はいよ、タイギャル BG もな、また呼ぶから。ありがとうございます。はいよ、はいよ、じゃあね、またね、バイバーイ。いや、ちょっとおもろかったな。